13日に東部ペンシルベニア州で行われた集会で銃撃されたアメリカのトランプ前大統領は日本時間の今朝、共和党大会が開かれる中西部のウィスコンシン州に到着しました15日に開幕する共和党大会に出席するためトランプ氏は厳重な警戒の中会場となるウィスコンシン州に到着しました出発を前にトランプ氏は 狙撃者や暗殺未遂のせいでスケジュールを変更するのは許されないと判断し、私は予定通り出発すると SNS に投稿しました。一方、銃撃事件を受けてバイデン大統領は国民向けに演説し、政治の過熱を冷ます必要があると述べ、国民に団結を訴えました。アメリカではバ You know, that's how we do it at the battle box, not with bullets.